竹ケ予港も、その一部となっている、キ浦港竹ケ予港は、愛知県千田郡竹ケ予町にある港湾。千田湾の北部である、キ浦湾の西岸に位置し、国の重要港湾である、キ浦港の一部となっている。1887年の陸海軍合同演習を描いた絵画竹ケ予港駅の転写台愛知県千田郡竹ケ予町は、千田湾の北部である、キ浦湾の西岸に位置している。 この地域は内湾にあることから海が穏やかであり、古くから竹とよみなとは天然の良好として多くの船舶が利用してきた。近世の木浦湾における海運の中心は、下郡、亀崎町の亀崎港だったが、近代初期に小船から蒸気船への転換が進むと、1882年には東京と四日市を結ぶ三菱汽船の定期船が竹とよ港に寄港するようになった。 近代に入ると、東京と大阪を結ぶ、鉄道路線を建設することとなったが、その資材の陸揚げ先として、沼津港、清水港とともに、竹豊港が選ばれ、沖合に向かって、長さ約145メートル幅約6メートルの、桟橋が作られた。1886年3月1日には、愛知県発の鉄道路線として、竹豊線が開業した。 1887年には、竹戸予行で国内初の陸海軍合同演習が実施され、明治天皇、皇后両陛下が観覧した。1899年には、四日市港や清水港など、全国の21港とともに、竹戸予行が愛知県初の開港場に指定され、竹戸予行には、大阪税官竹戸支署が設置された。竹戸予行の開港日は、 直例が施行された1899年8月4日とされる。外国から石油、石炭、穀物などが輸入され、鉄道の竹と予選や東海道本線などで中部地方各地に輸送された。竹と予行から大豆が輸入されたことで、北半島では味噌とたまり、醤油の生産量が拡大し、反対に、青酒の生産は衰退した。 1930年には、竹戸予選に貨物専用線の竹戸予行駅が開業し、竹戸予行から石油タンクなどが運ばれた。1933年の輸出入貨物量は全国第12位であり、まさに竹戸予ブームと言える状況だった。1936年には竹戸予行の輸出入貨物量がピークに達したが、その後は、 太平洋戦争の影響もあって、急激に貨物量を減らした。高度経済成長期の1957年には、木浦湾内の竹豊港、半田港、亀崎港、刈谷港、高浜港、新川港、平坂港、大浜港が統合されて、木浦港が発足し、木浦港は国の重要港湾に指定された。重要港湾になると、イギリス、ギリシャ、 オランダ、ドイツ、スウェーデン、パナマ、リベリア、デンマーク、イスラエルなどから大型船が入港するようになった。現在も竹豊町域にある、ー浦港の設備を竹豊港と呼ぶ場合がある。1999年にはキヌー浦港が開港100周年記念行事を挙行したが、竹豊港が開港場に指定された1899年を開港年に定めているためである。 ありがとうございます。